皆さん、ここでコスタ家からお知らせがございます。ジュリオのことです。ジュリオは後進口蓋裂という障害を持って生まれてきました。お腹の中で私たちみんな顔が整形される前はここ全部2つに分かれているんです。お腹の中でだんだん大きくなるにつれてくっついていくという仕組みになっていて、生まれてきたら私たちこういう顔になっているはずなんです。ところがまだ原因は解明されてないんですけど、そのお腹の中で何かがあって、鼻、口、くっつくはずだった皮膚の細胞がくっつかずに広がったまま生まれてきてしまうという障害なんです。障害と言ったらいいのかどうかわからないけど、まあとりあえず生まれてから何度も何度も手術して治療していかなきゃいけないっていうことで、まあ障害としましょう。ジュリオが生まれたのは2007年なんですけど、今から9年前ですね。ちょうど1月30日生まれてきた時、生まれる前まで、生まれたその時まで私はこの障害のことを知らずにいて、で病院の先生も認識していなかったので、この子がそうやって生まれてくるっていう、生まれた時にはもう先生もびっくりして、びっくりしたって、そのびっくりしたの意味は後進口蓋裂だったからびっくりするというよりは、ゲッやべえ、このお母さんにどう説明しようみたいな、そういうびっくりで、もうパパパって言ってナースと一緒にジュリオを隠して、でガヤ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 なって、やっと産んだのに、24時間かけて産んだのにどうしたのみたいな感じになって、でそれでエドだけが呼び出されて、エドが先生と喋って私の元にやってきたんですね。で来た時に私の手を握って、エリコ、赤ちゃんは元気だよ、無事に生まれたよ、男の子だよ、名前はジュリオ、もうその時決めてたからね。ジュリオは元気だけど、無事に生まれたけどちょっと障害があるんだ、でもこの子が想像もつかないくらいの愛を注ごう2人で、でとだけ私の手を握って言ってくれたんです。私は何だろう、でもとにかくその言葉を信じようと思って、何が起きても私は受け入れようっていう、その気持ち、その時のまあリアクションですよね。まだ21歳でした。でジュリオがやってきて、私の胸に、顔が結構びっくりな顔だったんですけど、こう抱っこして、あの時初めて抱いたジュリオの命の重み、温かさ、一生忘れません。それから6ヶ月間が経って、ジュリオもすくすく育って、何にも他に、後進口蓋裂以外は何も他になんかね、他の障害とかは見られず、と元気に育っていって、すくすくと、で6ヶ月になって、生後6ヶ月で口の手術をしました。で3歳になった時も口蓋裂の亀裂を治すために手術をしました。でそして今回、まだジュリオにはたくさんの口の中の課題があるんですね。手術して治していかないきゃいけない部分が、で今回9歳になる今、歯茎がないんです、まだ。でその歯茎を作るために腰の骨を移植するという手術を行うことになっています。で病院の先生から昨日電話があって、やっと3月の29日にジュリオの手術の日程が決まりましたと電話がありました。いろいろ考えちゃいますね。手術は簡単ではないし、約4時間の手術らしくて、でアメリカはあまり入院させないで、家庭で家に早く帰して元気に戻ろうっていう医療法があるので、次の日には帰れるっていう、入院は1日だけなんですけど、でも腰の骨を移植するわけだから、足の方が痛いからしばらくは歩けないし、元のように歩けるには2、3週間かかりますとか、あと離乳食みたいなドロドロのスープみたいなのしかしばらく食べれないとか、そういうことをたくさん聞くとさ、ちょっと怖くなってくるんだけどね。まあそんな感じで大きな手術が行われようとしています。
本人もとても不安だと思います。全然顔に出さないけどね。私も緊張しています。そこでもちろんこれからもビデオログを続けていくし、手術の日もみんなにシェアするし、なんだけど一つお願いしたいのは、私たちにすごくいいエナジーをみんなからもらいたいんです。お願いします。それが私の今の望みです。あのね、ジュリオが生まれた時に、お父さんがチョンジーがね、チョンジーに言ったの。この子障害があるんだって、こう進行が烈っていうやつで生まれたんだって言ったら、すごくショックだったみたいで、やっぱり自分の初めての孫、親戚、孫がそういう障害があるんだって、写真も最初見たくないってこう言われちゃったぐらいで、でもしばらくして生まれてからね、送られてきたの。2月9日2007年、だからジュリオが生まれて1週間後だね。こんな手紙が来たんです。初めて写真を送ったの。もう見たくない写真はって言われてたんだけども、送ったわけよ。そしたら1週間後に返ってきたこのメール。題名、おじいさんです。写真ありがとう。すごくかわいいね。すごくかわいいね。ある日、神様の家に大勢の赤ちゃんがやってきました。しかし赤ちゃんは体に障害を持っていました。障害を持った赤ちゃんはみんなに受け入れられません。そこで神様は大事に育ててくれるお父さん、お母さんを探しました。そう、エリちゃんとエドはジュリオを大切に育ててくれると選ばれた二人なんです。二人とも頑張ってジュリオを育ててください。パパより。パパより、こうチョンジーからメールが送られてきたんですね。たくさんのサポート家族からもらってます。私たち一人じゃないんです。そしてこんなにたくさんの人から愛されているジュリオをラッキーだと思うし、それにジュリオにはこういうようにしているんです。手術をすること、この障害があることによって、人よりも上に行ける、人にはできない修行があなたには課さられているということは、どんな子供だ、どんな人よりも障害があった方が、そのない人よりも強くなれる、修行が受けられる、なんて素敵なことなんでしょうっていうことにしてるんです。というわけで、ちょっと暗くなったりしんみりしてしまった方、ごめんなさい。たまにはいいよねということで、また明日からもブログ、うちが早く寝てくれたらじゃんじゃん更新するんだけど、こんな感じです。聞いてくれてありがとう。おやすみ。病院の先生から昨日電話があって、やっと3月の29日にジュリオの手術の日程が決まりましたと電話がありました。いろいろ考えちゃいますね。手術は簡単ではないし、約4時間の手術らしくて、でアメリカはあまり入院させないで、家庭で家に早く帰して元気に戻ろうっていう、医療法があるので、次の日には帰れるっていう、入院は1日だけなんですけど、でも腰の骨を移植するわけだから、足の方が痛いからしばらくは歩けないし、元のように歩けるには 2,3 週間かかりますとか、あと離乳食みたいなドロドロのスープみたいなのしかしばらく食べれないとか、そういうことをたくさん聞くとさ、ちょっと怖くなってくるんだけどね。まあそんな感じで大きな手術が行われようとしています。本人もとても不安だと思います。全然顔に出さないけどね。私も緊張しています。そこで
皆さん、ここでコスタ家からお知らせがございます。ジュリオのことです。ジュリオは後進口蓋裂という障害を持って生まれてきました。お腹の中で私たちみんな顔が整形される前はここ全部2つに分かれているんです。お腹の中でだんだん大きくなるにつれてくっついていくという仕組みになっていて、生まれてきたら私たちこういう顔になっているはずなんです。ところがまだ原因は解明されてないんですけど、そのお腹の中で何かがあって、鼻、口、くっつくはずだった皮膚の細胞がくっつかずに広がったまま生まれてきてしまうという障害なんです。障害と言ったらいいのかどうかわからないけど、まあとりあえず生まれてから何度も何度も手術して治療していかなきゃいけないっていうことで、もちろんこれからもビデオログを続けていくし、手術の日もみんなにシェアするし、なんだけど一つお願いしたいのは、私たちにすごくいいエナジーをみんなからもらいたいんです。お願いします。それが私の今の望みです。ジュリオが生まれた時にお父さんがチョンジーがね、チョンジーに言ったの。この子障害があるんだって、後進口蓋裂っていうやつで生まれたんだって言ったら、すごくショックだったみたいで、やっぱり自分の初めての孫、親戚、孫がそういう障害があるんだって、写真も最初見たくないってこう言われちゃったぐらいで、でもしばらくして生まれてからね、送られてきたの。2月9日2007年、だからジュリオが生まれて1週間後だね。こんな手紙が来たんです。初めて写真を送ったの。もう見たくない写真はって言われてたんだけども、送ったわけよ。そしたら1週間後に返ってきたこのメール。題名、おじいさんです。写真ありがとう。すごくかわいいね。すごくかわいいね。ある日、神様の家に大勢の赤ちゃんがやってきました。まあ障害としましょう。ジュリオが生まれたのは2007年なんですけど、今から9年前ですね。ちょうど1月30日、生まれてきた時、生まれたその時まで私はこの障害のことを知らずにいて、で病院の先生も認識していなかったので、この子がそうやって生まれてくるっていう、生まれた時にはもう先生もびっくりして、びっくりしたって、そのびっくりしたの意味は、後進口蓋裂だったからびっくりするというよりは、やべえ、このお母さんにどう説明しようみたいな、そういうびっくり。でもパパパって言ってナースと一緒にジュリオを隠して、でガヤガヤなって、やっと産んだのに、24時間かけて産んだのにどうしたのみたいな感じになって、でそれでエドだけが呼び出されて、エドが先生と喋って私の元にやってきたんですね。で来た時に私の手を握って、エリコ、赤ちゃんは元気だよ、無事に生まれたよ、男の子だよ、名前はジュリオ、もうその時決めてたからね。ジュリオは元気だけど、無事に生まれたけど、ちょっと障害があるんだ。でもこの子が想像もつかないくらいの愛を注ごう2人で、でとだけ私の手を握って言ってくれたんです。私は何だろう、でもとにかくその言葉を信じようと思って、何が起きても私は受け入れようっていう、その気持ち、その時の、まあ、リアクションですよね。まだ21歳でした。でジュリオがやってきて、私の胸に、顔が結構びっくりな顔だったんですけど、こう抱っこして、あの時初めて抱いたジュリオの命の重み、温かさ、一生忘れません。それから6ヶ月間が経って、ジュリオもすくすく育って、何にも他に、後進口蓋裂以外は何も他になんかね、他の障害とかは見られず、と元気に育っていって、すくすくと。で6ヶ月になって、生後6ヶ月で口の手術をしました。で3歳になった時も、口蓋裂の亀裂を治すために手術をしました。でそして今回、まだジュリオにはたくさんの口の中の課題があるんですね。手術して治していかないといけない部分が、
で今回9歳になる今歯茎がないんですまだ。でその歯茎を作るために腰の骨を移植するという手術